レッズ8、4カブス、日本時間7日、シンシナティ。カブスの鈴木誠也外野手は6日、日本時間7日、敵地で行われたレッズ戦に、2番、指名打者で出場。3回の第2打席で4試合ぶりの7号本塁打を放った。両軍無得点で迎えた3回1死1塁で、ハンターグリーン投手の変化球を捉え、左翼席上段に叩き込んだ。 飛距離405フィート、約123.4メートル、打球速度103.9マイル、約167.2キロ、の特大アーチ。左翼手もほとんど打球を追わなかった。鈴木はこの日、4打数2安打2打点、第1打席では左翼へ2塁打を放った。今季成績は打率点263、7本塁打25打点、オプス、 781となった。メジャー3年目の今季は4月15日、同16日に右腹に右副借金の張りで負傷者リスト、IL、入りし、5月10日、同11日に復帰した。6月は2本目で、直近7試合で3本目のアーチ。いよいよ状態を上げてきた。